はい、こんにちは、タックでございます。さてね、今回はカメラ雑談。テーマはですね、ZV-1 と ZV-E10 どっちにするという内容でね、お送りしたいと思います。ZV-E10 関連の動画はですね、過去に2回ほどアップしておりますけども、その動画はですね、まあスペックというか、Vlog に合うぴったりなレンズのお話でしたけども、今回はですね、まあもう販売されておりますこちらのね ZV-1、 これとの比較というかですね、使い方、あとはね、どっちを買おうか悩んでいる方、もしくはね、買い替えようと思っている方への内容となっております。はい、それではね、はじめに ZV-1 と E10 のざっくりとした比較を行います。まずね、センサーサイズの違い。 ZV-1 は1型センサーで、 E10 はそれよりも大きい APS-C センサーです。そしてこちらの ZV-1 はレンズ固定式、俗に言うコンデジですね。それに対して E10 の方はレンズ交換式、俗に言うミラーレス一眼です。機能もですね、 ZV の冠がついてるので、商品レビューモード、あと美肌効果で、一つのボタンでね、ボケとくっきりが切り替えられる機能、あと手ブレ補正が一応ね、両方ともついております。では、ZV-1 と E10 どっちがいいか、結論はですね、どっちもいいです。そもそもね、この両機種を比べるものではね、ないと思ってます。だってね、コンデジとミラーレスだもん。まあこのね、ZV-1 を持ってる方には、これを手放して、で、E10 にしようかなと考えてる方も多いと思います。これはね、もう一度よく考えた方がいいです。というのはですね、なぜこの ZV-1 を買ったのか。ZV-1 の良さってね、やっぱり1型センサーが搭載されたコンパクトなカメラ。要するにね、コンパクトなのに画質がいい。これだと思います。なので比較対象はですね、他社の1型センサーモデル、もしくはコンパクトでを追求するんだったら GoPro とかね、Insta 360。手軽さ、コンパクトを追求した方がいいと思うので、僕だったら、このね、ZV-1 を手放すんであれば、GoPro 10とか、そういう比較をするかなと思います。じゃあ E10 はどうなのか。これはね、コンパクトなミラーレスカメラなんで、比較するんであれば同じそのソニーの α6400 とか6500、その辺との比較だと思います。なのでね、 GoPro を持ってるんであれば別ですけども、僕はこのね、 ZV-1 を売って E10 に乗り換えるという発想はしない方がいいと、まあ、今回ね、購入して思いました。そもそもね、今回の E10 の購入理由は俯瞰撮影用です。今までね、パナソニックの GH4 を使ってたんですけども、まあ、センサーサイズは違えど同じミラーレスなんで、そちらと比較して今回ね、GH4 を手放して E10 にしました。なのでね、実際に使ってみたいな思ったことはですね、手軽さを追求する旅行用カメラだったら ZV-1、 もしくはね、GoPro とか、Insta360で、画質を追求するなら僕の場合ですけども、今撮影してる α7C かな。α7C に先日紹介したタムロンのね、20mm F2.8 をつけて旅行に持っていく。まあ、コンパクトさは失われますけども、画質的には良くなります。まあ、あとはね、いろんなシーンに合わせてね、別なレンズをつけて、まあ、α7C で撮影するかなと、感じました。なのでメイン機が APS-C サイズの方というかね、 α6000 を持ってる方なら ZV-E10 に買い替えてもいいのかなと思いますけども、ただね、 α6600 を持ってる方はそのままがいいかな。というのもですね、僕は先ほどコンパクトさは失われますが α7C を持っていくと言いました。そのもう一つの理由はですね、手ブレ補正にあります。この E10 本体は電子式手ブレ補正。しかしですね、α6600 と α7C。これはですね、
イメージセンサーシフト方式五軸補正とね、手ブレ補正の補正方式が違うんですよ。なんだったら、ZV-1 の方が手ブレ補正はいいかも。確かね、ZV-1 って光学式と電子式の組み合わせだったような感じがします。なので、まあ、いないとは思いますけども、α6600 は買い替えの対象にしない方がいいと思います。でも、たくさん、商品レビューモードとか背景切り替えとか便利じゃないですか。確かに便利なんですけど、僕ね、α6400 とか6600で動画撮ってる人って、そういう機能使わないんじゃないかなと思ってるんですよ。例えば、ボケくっきりボタンを使って、ボケにしました。まあ旅行の時とかはね、便利なんですけども、僕使ってみてね、結局ね、マニュアルでね、F 値開放でシャッタースピードをなんぼにするとかね、変えちゃうんですよ。なので初心者の方以外は使わないんじゃないかなと思いました。背景切り替え機能がもう少しね、細かく設定できるならいいんですが、例えば、ボケの時にはレンズのね、開放固定と。で、くっきりの時には F8 とか F11 固定とかね。なので結論を言いますと、僕の中での結論なんですけども、コンパクトさ、軽量重視なら ZV-1 で、ミラーレス入門機もしくはね、サブカメラ扱いなら ZV-E10 と、全く別なカメラなので、検討されている方は自分がどっちなのか、その辺ね、今一度考えて購入してください。はい、ということでね、今回はカメラ雑談、 ZV-1 と ZV-E10 どっちにするというテーマでお話ししました。まあ、若干ね、ZV-E10 ってそんな良くないよと聞こえちゃったかもしれないんですけども、まあよくある質問でね、ミラーレス初心者に間違いなくおすすめするカメラです。まあ価格もそうですし、あとね、その背景切り替えモードを使うと、まあ F 値の違いも体感できますし、あとはね、それに合わせてシャッタースピードとか、ISO感度、この関係性もね、わかるようになると思うんで、そういった意味でもね、僕はおすすめです。はい、ということでですね、まあこの動画が良かったら、ぜひともね、高評価、そしてチャンネル登録、あとはですね、コメントいただければ嬉しいです。ということで、また。